高谷駅は、山形県最上郡と沢村、大麻古口、あざ高谷にある、JR 東日本陸羽西線の駅です。1920年、大正9年、1月12日に高谷信号場として開設しました。1950年、昭和25年、1月17日、区間制限で旅客扱いを開始しました。1952年、昭和27年、2月15日に駅に昇格。高谷駅として開業しました。1986年、昭和61年、11月1日に簡易委託課の駅になり、1987年、昭和62年、4月1日、国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道の駅となりました。2003年、平成15年、3月29日、簡易委託解除、完全な無人駅となりました。雪景色の高谷駅です。ロマンチックな景色ですが、寒かったです。線路の通過跡と木々の実の素朴で静けさを感じさせる景色です。この高谷駅に着くまでいくつかのトンネルを抜けてきました。ホームに残っている雪を踏みしめる音だけが当たりに響きます。
待合室は、綺麗で新しい建物です。待合室の椅子は、丸太が4つありました。簡素なゴミ箱がありました。ゴミ箱があると、持ち帰らずに済むので、結構助かります。時刻表は、上下線ともに9本です。朝から夜に入った時間の運行です。猿が出没するようです。集団できたら怖いですね。駅を出たところは広くなってます。その分、雪の除雪が大変ですね。出入り口は3箇所ありました。2箇所の出入り口は、鶴岡街道47号線に出入りできる通路です。民家沿いの出入り口は、奥まで行っても抜けられないようです。トイレは、駅を出た右側に設置されています。男子用が2つと個室トイレが1つです。いずれも水洗トイレです。
高屋橋という名前の陸橋です。入り口が雪で埋まってました。外から見ると、なかなかしっかりした作りになってます。中はガランとしています。椅子などのものが散乱していました。31年度には撤去されるようですね。鶴岡街道の脇には、最上川が流れています。雪景色にマッチした風景です。
雪の中の高屋駅は、静けさと寂しさが入り混じった、とても静寂な雰囲気の駅でした。季節によって、違う自然ののどかさを見せてくれそうな駅です。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。